どう聞こえる？俺の声大丈夫これ？わわ。綺麗な人だよ。ああ、女優やってもいいぐらいだよね。声が好きだなそもそも。うん、こ女優ってもいいぐらいだよね俺ね。もったいねえ。おめっちゃく似てないこれ。声質が多分似てんだと思う。どうする？立ってよ。今回もミームなどをオンにしてるんで、別に面白い動画でも大丈夫です。ただ短い方が配信的には助かる。ロシアンスニーズミーム。いや、マジで意味わかんない。どうなってんだ俺。どっから出てんの ?When Dark Souls Hidden Boss Appears。あー。実際トラウマだよな、これね、やられたら。ケテン・イン・タオル・ミン。あははっ、かわいい。猫はダメだ。Twitter の検索履歴とか俺全部猫になってんだよね、今。そのせいでおすすめが猫だらけっていう。ごめんな、翔平。うざい。うざいか。赤ちゃんのゲップをさせるという最新機器ですね。海外のミーム、えげつないことあるよね。だけど嫌いじゃないよ。序盤、中盤、終盤、隙がないと思うよ。ああ、まただよ。だけど、俺は負けないよ。チップで出ます？ここまでだ。ああ、著作権かな、ちょっとな。まあ、著作権、正直この配信はどうでもいいんだけど、買わせるところは買わしていきたいなっていう感じですね。アリスネーム、ジョン・セイナーペンペンペンだよ。こんな感じですかね。はい。グッドタイミングで止まった。クリスマスディナーインナムービームービングバン。あ、署名がログインしてる。ログアウトした。演出です。絶対痛い。いやでもクリスマスをこうやって過ごせるのはもう YouTuber の特権だなって気もしますね。ウェ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 。本当にそんなミーマンの。ああ。これのなんか好きなやつあったぞ俺。もういいや。誰だ？ミルクガイミームってこれだってる？その遊具12秒なんだ。意外すぎる。それ知ってるわ。いや、これすぎだろ。おい、バカ面白い。ボーイ。ありがとう。あー、行くぜ、電車。電車シリーズ拾ってくぜ。ああ、そうかないで。ああ、戻っちゃった。ゲームのカード落としちゃった。どうかしましたか？はい。ゲームのカード落としてしまったのですが。レジェンド拾うことができました本日。誇りに思います。レジェンドの声低く。ボソッと言うなそういうこと。ホットワンシャック。やば。スクリーミングブルーティングは。あとこれを見るならこれも見ておきたいなっていう。これも好きですね。エレベーターミュージックミームソング。
いやこれ動画の中で使ってるから。ドア1700いきます。わかるよ、その気持ちわかるよ。俺もそういう顔しちゃうもん、きっと。 Life could be a dream ヌルヌルシャブンヌルヌルナなんで。あ、俺だ。あれはお前だな。あれは俺すぎる。ケツを突きつけるな。ハードコアセサミストリート MPG。 これどんくらい続くの ?2 分30秒もあんの。おお、おお、13年前だったよ、これ。おめえも頑張んだよ、見てください。マックテント交換しよう、マックテント。早く AK 起こせ、お前、映像しか。映像しか。映像しかっつった、今。頑張ってじゃねえよ、お前、おい。おめえも頑張んだよ。分かってんのか、この野郎。いつの画質だよ、マジで。ピーター、フォールダウン。このワンシーンがめちゃくちゃミームになってるやつですね。うわあ、見てるな。あれこれ見たな、一回見たっけ。あれ見た記憶ないんだが、俺が普通に裏で見た。見た記憶ないんだが。ミーム消防かわいい。カメさん早い、お願いします。不憫だな、このカメも。いや、結構前に見たカエルのミーム思い出しましたね。ヤムチャが天下一武道会オタク。いや、そして音ちっちゃ。風呂は熱狂の音をお願い。うわ、才能の無駄遣いってやつだ、これが完全に。さっきはさっき、今は今だ。俺はもうなんともない。完全復活、パーフェクト城の貴様だぜ。オリジナルフライングゴリラミン。Hey guys, it's me, Flying Gorilla, from my new app on the App Store, Flying Gorilla. It's a free download, so I hope you check it out, and I hope. まずクソゲーすぎるという点と、全く売ろうともしていない男に喋らせているところと、音質が悪すぎるところ、オチがちゃんとついているという点、完璧ですね。オランクタンエンジョイズアート。オランウータンでさ、手の力が強くてさ、人間の骨とかへし折れるらしいよっていう。今日本当に偶然見てたんだけど、オランウータンのミームを。偶然見てるってめっちゃ変な話だけどさ。笑うな。偶然見てるって話。動物園の中のオランウータンにちょっかい出してたら、それに捕まって、めっちゃ焦るっていうミームがあって。俺も見たのさ。おい、何なんだよ。見てるじゃねえか、じゃあ。いや、恐ろしいよ、これ。めちゃくちゃ怖いよ。やばすぎ。このオランウータンの顔ガチなの、怖すぎ。いや、超強いからね、力。最後食べようとね。超強いから、みんな気をつけた方がいいよ。コカ・コーライスプーマンも見とくか。音ずれてんのもいいね、これ。ギャレン、不意打ちお願いします。立花さんの滑舌も悪くてよかったな。立花さん。You may like this。 何のゲームだこれ。え。バグです。え、何が起きたの今。カービィ falls into abyss。 そう
像してた声と違う。いや、これのオリジナルを知ってるから、可愛い声でカービィが、うーって言うはずなんだけど。バンバババババボンパオ。広島入試回答速報無理ですね。でそれぞれ計算するとこの式が、この式の2倍がこちらの式になるというのを、こういうふうに書けばいいんですけど、無理ですね。ですね。無理ですね。無理何回。おもろいな概要欄も。あこっち見るか。これただ動物見てる人を垂れ流す配信ってどういうことマジで。これでいいの？ミームだわ。撮ってる側の人がちょっとごまかそうとするなそういうの。あなんでこうそうなるの。フェイマスステビットブラッキールバインコンピテーション。Stupid。What's 9 plus 10? 21? You stupid! Built different. Meme girl. Oh! <laughs> Oh, shit! <laughs> そのダンスが好きだ。僕アルバイト。2008年の4月17日。レジに目をやる男。すると。いやー素晴らしいですよ。今の FPS やってる人ね、ぜひ見習ってほしい。すかさず交渉を取るぞ。自分にとって優位な位置を真っ先に確保していく。そうすることでね、相手を牽制できますから。もう彼はこう裏手に回ろうかない。彼は FPS やっていたに違いない。センター試験応援するイニエスタやって。こっちの方が面白そう。Como se siente con tanto apoyo brasileiro el día de hoy? No, bom demais. Parecia realmente que a gente estava jogando no Brasil. Estádio todinho verde e amarelo. O povo brasileiro que mora aqui nos Estados Unidos compareceu. É, foi legal, foi muito bom jogar aqui com toda essa torcida brasileira. Como se siente com tanto público brasileiro? Como se siente? Nos sentimos muito bem, não? Venir aqui tão lejos de Brasil e mirar tanto brasileiro é algo que motiva muito. Como se siente para ir a Bogotá? Bien. Bueno, fuerte saludo a todos.もう完全に空耳やん。それは喋ってるのポルトガル語だからさ、なんかちょいちょい分かっちゃうのあれだな。猿つながりでおっさんの声の猿、おっさん声の猿。ごめんこれじゃないね。でもこれ好きだな。So, alright, so we go to 2000. How much your boy at? 28? 38? Yeah. He played 2? God! Okay, that's it. いや、でもちっちゃい頃やるでしょ、あれの。僕やってたよ。手にデュエルディスコつけてな、フィールド魔法展開とか言って、ピャッピャッってやってたわ。懐かしいね。スプーキーボイドミームって見ましたか？いいのか、これは大丈夫なのか？これもしかしてなんか、ヒーンってなるやつ。あ、絶対違うわ。あ、そうだわ。この辺にしとこうか。ああ、心臓に悪いからな、普通に。ユーリのブレン顔源を見とくか。その顔が見たかった。私に嫉妬するその顔が。俺どっちかで言ったらこの顔のタイプじゃない？大長だから。どういう顔これ。できない。デジャブバイク。後ろから突然一直線になった人間がこう追い抜いていくっていう。チンゴバー見てください。ワンデイオブコールオブデューティー。This is my voice after one day of Call of Duty. This is my voice after one week of Call of Duty. This is my voice after one month of Call of Duty. Enemy AC 130 above! のめり込んでますね、ゲームに。The Cast World Song。見てー、見てーなー。
大丈夫かこれ。いやー衝撃だわ。これアメリカ圏とかで流したらもうちょっとぶち殴られるな。梅原が画面端。こんな気持ちいい実況あるか。私は許そう。ではこいつは許すかな。見てください。I still can't believe you killed Jesus. I was just following orders. I don't die that easy. Jesus, please forgive us. I forgive you, my son. But my Tommy gun don't. なんかスモッシュみたいなノリだな今の。スモッシュじゃないこれ。ああスモッシュ。懐かしいな。How to do homework お願いします。今チャンネル名を見てもう絶望したわ。How to basic だな。そうか。なんか見た気がしたわ。早く卵出せよ。まだか。卵はまだか。あ、痛い痛い痛い。うわエッグだけにな。誰だ。赤ん坊の腕じゃねえんだよな。こういう海外のセンス好きですね。One liking, one player. おお、びっくりした。バックアップテリーお願いします。マンゴーテリー、プリリバーテリー、プリリバーテリー。なかなか日本にいないタイプの笑い方がいいですね。Everyone's favorite number 69. My favorite number! 69! 男しかいないよね、これね。みんなは69の意味を知っているのか？知ってるやつは心の中で手を挙げておけ。そういうことだ、つまり。Something is wrong with my Wii Sports. You cheated. 素材で使いましたね。You. それを言いたくなる気持ちはわかる。題名がわからないんですが、叫ぶピアニストで検索すれば出る。じゃあ見るよ。わかったよ。もう見るよこれ。Orangutan demands food. すげえ。そんな直立して手出すんだ。未成年の主張、最高の瞬間。この前彼氏とやめとけやめとけ。女になってる姉ちゃんを見てしまった。もうダメダメ。もう意地悪なんだから。なんだそれは。言えない言えない。弟が聞いてる。いやー、うちの姉にこういうことをしたらね、
な。黙りどころでは済まないな、きっとな。2、3個家具はぶっ壊れるんだろう。家具か。骨じゃなくてよかったわ。男性が車に乗っている、その間に子供たちが卵を投げていて、車に乗っている男性がボタンを押してトラックからチンパンチが出てきて、子供たちを襲うみたいなやつ、お願いします。あれか、英語で言えば出るか。え、合ってる、出てきた、もしかして。これだ。出た、これだ。トラックモンキー、最新鋭のチンパンチに搭載。いや、実際怖いだろうな。あ、終わった。こいつ終わったもん。おお、監督までしてくれるんだ。IQ 高っ。あの子はどうなったんで。あの子は、あ、いなかったらセーバー。Do you like your new toy original? Do you like your new toy? Alright. ああ、もう動物はダメだ。弱いからもう。いろんなバリエーションがあっていいな。 Is enough to make your head spin. いやこの辺のなんかのそういうしきたりなんでしょう。日本でいうさ、頭にハンコもらうみたいな。そんなことより顔がな。これ最高ですね。ロブロックスデスサウンドオリジナル。Again. いや、すごいな。うますぎだろ。これ、本当にこれなの。But nobody is mentioning how a guy in the background perfectly imitated Minecraft chicken? これか？この声。言われてみればそうかもしれない。これが5000いいねをもらってるっていう。Moonbase Alpha IUL。うわ、なんでこんなの1000万再生でもされるわけ？どういうこと？本当に。ナッサ！意味わからなすぎる。もう YouTube 意味わかんない。もう無理だ。あー、こういうのくれ。親の敵みたいにキャベツを食べる犬。なんで。あら、お前お腹壊すぞ。もう終わりにしようね。もう終わり、もう終わり。確かに親の敵みたいに食ってんな。マネナウフフエフエフエエニャツウエムフエウベムグムオサス。パドン。コメゲン。ウフフエフエフエエニャツウエムフエウベムグムオサス。オサス。オサスだけわかるわ。ショウ君バイバイ、ショウ君。バーン。おお。いや。本日も動画をご視聴いただきありがとうございました。もしこの兄弟を気に入っていただけましたら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。その他の動画もチェックしてくれると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ずっとそれ。